西内戸田、超ハイレベルな投手戦となったこの試合。まず先にマウンドに上がった西内宏明は威力のあるストレートで押し込み、得意のスプリットで追い込むと、最後も低めのスプリットで空振り三振。この日一つ目の三振を奪うと、3番福原に対してもこのスプリットで2つ目の三振。一方インディゴソックスのエース戸田夏希も負けてはいません。伸びのあるストレートで追い込むと、最後は今季磨きをかけてきたチェンジアップで空振り三振。さらに3番に対しても伝家の宝刀縦スラで空振り三振。続く2回、西内は止まりません。5番服部をスプリットで三振。さらに6番古田に対してもまたしてもスプリットで三振。2回で4つの三振を奪います。一方の戸田は簡単に2アウトを取るもレフト前ヒットを許し、さらに続くバッターにライト線を破るツーベースヒットを浴び、一塁ランナーを一気に生還。1点を奪われます。続くバッターに対しライト前を許すもライト古田のレーザービーム、追加点は許しません。さらに3回、ツーアウトからレフトへのツーベースヒットを許すと、レフト前へのタイムリーを浴び、この回さらに1点を失います。一方の西内は止まりません。4回先頭の宇佐美をインコースズバッと見逃す三振。さらに4番岡本に対してもスプリット2球で簡単に追い込むと、最後は外にズバッと見逃す三振。さらに伝家の宝刀フォークでも三振を奪う素晴らしいピッチング。対する戸田もギアが上がります。外のストレートで三振を奪うと、後続もしっかり内野ゴロに打ち取ります。しかし6回、先頭にセンター前ヒットを許すと、さらにレフト線へのツーベースヒット。ノーアウトランナー2、3塁となります。ワンアウトを奪い、続くバッターを申告敬遠で歩かせワンアウト満塁。この日最大のピンチを迎えます。吉田監督から檄が飛び、戸田このピンチ踏ん張れるか。全球をお見せいたします。初球スライダーストライク、2球目はズワッとストレート、2ストライクと追い込むと、最後は得意のスライダーで空振り三振、ツーアウト。まっすぐがうなりを上げます。ツーストライク追い込むと、最後も丁寧にコーナーを突き、セカンドゴロでこのピンチを脱します。7回、西内先頭にデッドボール。この日初めてノーアウトのランナーを許します。畳みかけたインディゴソックス、しかしこのランナー西内の素早い牽制でタッチアウト。ただこのままでは終わりません。インディゴソックス2番3番と連続ヒットでこの日最大のチャンスを迎えます。ここで対するは4番の岡本。スプリット2球で追い込むと、最後も外のスプリット、軽快にさばいてダブルプレー。この最大のピンチも落ち着いた投球で乗り越えます。終盤になっても西内の奪三振ショーは止まりません。服部誠をスプリットで見逃し三振。そして9回、先頭バッターを三振、
続くバッターもスプリットで三振、最後のバッターもスプリットで三振。エース対決は最打ちに軍配が上がりました。右のチャンネル登録ボタンを押して僕たちの最新動画をチェックしてください。